東洋大学1年K-1 ジム総本部の澤田風義です。初出場ですが頭使って戦ってしっかりベルト巻きたいと思います。応援よろしくお願いします。世界遺産白川郷出身ワイルドシーサーの小倉拓馬です。現在はトレーナー経験があり距離とタイミングに自信があるので、まあ、この2つを生かしてあとは気持ちで勝ちます。あ、こんにちは。オス、フェニックス所属の利根川仁です。長い手足を生かし速いジャブと鋭い曲げりで相手を突き放して入ってきた相手をカウンターで一撃で仕留めたいと思います。よろしくお願いします。東京理科大学2年 S ジムの中村真人です。この状況で試合できることに感謝して優勝を目指して頑張ります。 K-1 ジム大宮の楠田純也です。去年悔しい思いしたので今年は優勝を目指して頑張るので応援お願いします。おお、 K-1 ジム福岡市役近畿大学九州短期大高島からです。今年は優勝するぜ。東洋大学3年中村優雅です。自分は初戦から決勝まで倒して勝つを貫きます。応援よろしくお願いします。拓殖大学の山口真也です。学生最後の試合なのでいい結果を残すように頑張ります。おっす。中央大学3年の安城太です。 K-1 カレッジ全試合圧倒して、全部飛ばして優勝します。応援よろしくお願いします。八王子市高尾町から参戦する川上大天和樹です。今年60キロ、来年65キロの2階級制覇達成して K-1 ジャパングループに乗り込みます。高虎ジムの鈴木聡太です。面白い小柱をしてベルト取りたいと思います。こんにちは、ニワルイトです。優勝してベルト巻きたいと思います。よろしくお願いします。青山学院大学竹本由紀です。おっす。今回エントリーさせてもらいました小野聡太と言います。意気込みとしましては、格闘技歴は1年ちょっとと短いんですけど、そこまでの、練習でどこまで戦えるのかっていうのを知りたいっていうのと、もう一つは今まで人生で、これやりきったなって胸を張って言えることが少ないので、今回のトーナメントに向けて減量や、練習をやりきるっていうのを一つ目標に、しています。で、当日は小中高と野球をやっていたので、体力とあとパンチ力、この2つを武器に戦って優勝したいと思います。